はい、速稼塾の久保です。今回ですね、特別定額給付金をテーマにいろんな動画をお送りしてきたんですけども、2つほどね、私今までのところで、お話ししたいことができましたんで、ちょっと聞いていただければと思います。一つはですね、ものすごく、ね、数値的なコメントとか、こうやったら財源は良くなるんだよっていう風なね、ご意見が何点か寄せられて、私も非常にね、自分とは違った切り口なんで考えさせられるなってものがありました。もちろんね、それに対して根拠を出せとかね、本当にそうなるのかって意見はあるんですけども、それを抜いてでも自分が思わないことをコメントに書いていただくと、私としてはね、また違った考え方を取り入れて、なんか考え方が膨らんでいくんですよね。ですんでね、具体名を出すと、佐藤さんとかね、あと悟さんとか江口さんとかって、ものすごくね、私とは違った視点で書き込んでいただいて非常にためになるなっていうところですね。ことの真偽とかっていうの話になるとちょっとぐちゃぐちゃしちゃうんで、私はそういうことはね、議論をしたいわけではないんですけども、あ、なるほどなと、こういう自由な発想っていうのは必要だなといつも思ってるんですよ。それからこの自信を持った書き込みっていうのはね、それなりにやっぱりこうお考えになった上でやられてると思いますから、こういうふうな新しい考えをね、さあ論破しようとか、さあ潰そうってことではなくって、あ、そういうふうに考えたらどうなるのかなっていうふうにこう思いを巡らしていくことで、また違った新しいアイデアにたどり着けるんじゃないかなと思うんですよ。私がいつもなんかこう思ってるのはね、権力者とかお金持ちとか成功者って、お互いに協力し合ってすぐに行動するんですよ。でも私たちはお互いの意見をどっちかっていうと潰し合ってね、自分こそが正しいんだっていうことで、結局その相打ちになってしまうようなところがあるのかなと思うんで、まずは自分のことを抑えてね、相手の言い分聞いてみようかなっていうのがね、私のスタンスなんですよね。ちょっとでも皆さんにそういう私の考えが伝わればいいなと思います。それからやっぱり自信を持ってこういうふうに思うんだっていうことでしたら、やっぱりね、活動していくってことも、一つなのかなと思うんですよ。よくね、この前のコメントでも、日本人は口ばっかりだっていうふうにコメント出されてましたけども、それは私に対して言われたのかもしれませんけども、口だけかもしれませんけども、YouTube で発信するってことが、ね、やっぱり大きな勇気もいることなんで、そこにコメントをかぶせるっていうのも結構な勇気がいて、それは具体的な行動だと思うんですよ。口だけって言われたらそうかもしれませんけども、まずはね、口からだと思うんですよ。まずは言うことから。いうこと、口だけの人の中から行動する人も出てくるんで、それをこう、ね、期待させる土壌としていろんなことを言わしていただくっていうコメントの場があるのは、私は基本的にいいことだと思いますんで、自由な、ね、言論をまずは展開させていきたいなというのが私の願いでございます。お互いに、ね、潰し合うことがないようにしていきましょう。そして2つ目なんですけども、あれですね、定額給付金早く出してほしいって気持ちは皆さん共通の思いだと思うんですよ。ただそのために何をすればいいかっていう発想がやっぱりお互いにないんですよね。ですのでここが大事なんですよ。どうやったら給付金が早く出るのかとか、実現に至るのかってことだけを考えていけばよくって、どうせダメだろうとかね、じゃあダメじゃないこうだよみたいな、これまた意見の潰し合いがあるんじゃなくて、こうしたらどう、ああしたらどう、とりあえずやってみようっていうのがいろいろとあると、結果的にダメでもね、築き上げたそのお互いの関係っていうのがチームになると思うんですよね。信頼関係になるというかね、だから傷つけ合って潰し合って結局気持ち悪かったねみたいなことになるんじゃなくって、なんかダメだったけど何かができたよねとかね、なんかお互いつながれて信頼関係が培われたよねっていう風にしていった方が私はいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね。そういうようなことで今日もね、元気よくいってみましょうということでございました。ではいってらっしゃい。